シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォーン SH-13C ドコモスマートフォンアクオスフォン FSH-13C あとのドコモウィズシリーズアクオスフォン FSH-13C はシャープによって開発された NTT ドコモの第3世代移動通信システム端末である OS は Android 2.3を搭載している ドコモスマートフォンの一つとして発売され、2011年冬、モデル発表以降は、ドコモウィズシリーズに分類されている。同時期に発売されたアクオスフォーン SH-12C の強大的な位置づけのスマートフォンとなる。ただしアクオスフォーン SH-12C と比べ、スペックや解像度ほぼ同等であるが、 サイズが一回りコンパクトになっており、女性でも使いやすくといったコンセプトも含まれている。ただし SH-12C のようにツインカメラや 3D 液晶は搭載されていない。また本端末の一番の特徴とも言えるのが、携帯電話として世界初搭載となるワイヤレスチャージャー機能であり、本端末をワイヤレスチャージャーの上に置くだけで充電でき、 従来のようにケーブルを挿したり、卓上ホルダに乗せたりする必要はない。ワイヤレスチャージャー機能は、本体ではなく、バッテリーパック側に内蔵されているので、予備バッテリーもワイヤレスチャージャーの上に置くだけで、本体を必要とせず単体で充電できる。日本仕様として、お財布形態、赤外線通信に対応している。また、IPX5、IPX7 の防水性能、 IP5X の防塵性能も有している。筐体はクリスタル調となっており、幅 60mm、厚さ 10.9mm とスマートフォンとしてはスタイリッシュなストレートタイプとなっており、正面にディスプレイ、ディスプレイの下にはホームキー、メニューキー、戻るキーの3つのボタンが配されており、フェリカチップを搭載した背面はワイヤレスチャージャーに合わせるため平らになっている。 液晶画面は SH-12 シート同様アクオスの冠を配している通り3.7インチ QHD の高解像度ディスプレイにプラスし高画質エンジンを搭載し高精細な画像を表示することが可能となっている覗き見を防止できるカラーベールビューも搭載しているまたディスプレイは静電式のマルチタッチ対応タッチパネルとなっておりタッチ操作などを記憶し 使うごとに自動でカスタマイズされていくタップフロー UI を搭載している。さらにセンサーとして地磁気センサー、加速度センサーを対応しているため直感的な操作を楽しむことができる。本端末独自のネイティブアプリケーションとして Twitter や m i x ーのつぶやきの履歴を表示できる電話帳やいつ、どこで誰を撮影したのか。 自動的に分類することができる、ピクチャー等がある。アクオス連携に対応し、Wi-Fi で、ホームネットワークに接続することができ、DLNA 対応 AV 機器内の動画などを、アクオスォン f に表示することが可能なほか、SH-13C で撮影した写真や動画を、DLNA 対応テレビに映すことも可能となっている。 またファミリンク中に s h 1 3 c にメールや通話が着信した際などはアクオスに通知される。通信機能としては、下り最大 14Mbps のフォーマハイスピードの高速通信に対応するほか、Wi-Fi では IEE802.11bit GN に対応するため、最大 150Mbps の高速通信で、 ネットサーフィンなども楽しむことができる。また Wi-Fi、テザリングにも対応しているため、本端末を親機として、パソコンや Nintendo DS、PSP などの子機を最大5台まで接続し、それぞれインターネット接続を行うことができる。本端末では NTT ドコモが開発した、Android 用のユーザーインターフェースである、ドコモパレット UI が搭載されており、 この UI を利用することでダウンロードしたアプリケーションなどをカテゴリごとに整理することが可能となり目的のアプリケーションを簡単に見つけることができるようになる。このインターフェースはスキンの衣装を自分好みのものにすることができるほか使用頻度の高いアプリを自動的に最上段に表示させることもできる。その他のドコモ仕様のアプリとしてビートブ、アイチャ n n メロディコール、トルカにも対応する。どこもパレット UI 以外のホーム画面として、通常のアンドロイドライクなシャープオリジナルホームや、球体的な特徴のある、ラウンドホームといった3種類のホーム画面が用意、されており、気分に合わせて、ホーム画面を変更することができる。カメラ機能は800万画素の CMOS カメラを搭載し、魚眼レンズ、ミニチュア撮影といった、 近年の高機能フィーチャーフォンなどに搭載される機能のほか、カメラの被写体に自分の顔が入ったら自動でシャッターを切る自分撮り機能などが搭載されている。その他の機能として、顔検出、シーン自動認識、被写体の笑顔を検出してシャッターを切る、笑顔フォーカス、被写体の動き等に連動したエフェクトをリアルタイムで合成するもしもカメラアプリなども搭載されている。 撮影データはいつ、どこで、誰を撮影したのかを自動的に分類することが可能なほか、撮影場所による地図連携等に対応する。レコ直、music.jp、モーラタッチといった国内の大手音楽コンテンツ販売サイトが提供するアプリをプリインストールしており、料金を一度支払うだけで購入したコンテンツを複数のデバイスで利用できる新しい DRM システム、プレイレディにも対応している。イヤホンマイク端子には、Fi 3 5ト、mm、ルのステレオミニジャックを採用し、汎用性に優れている。カメラで文字を撮影すると、その文字の意味を表示する機能が搭載されている。また NTT ドコモとしては、初となる、ドコモミニウムカード対応の機種となる。ブラウザは、 Google Chrome Lite ベースの Android 標準ブラウザが搭載され、上述の通り Android OS 2.3の特徴でもあるフラッシュプレイヤー10.3がアドオンされている。また JavaScript もサポートされている。これによりパソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、ブラウザでニコニコ動画、 YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できる。その他にサードパーティー製のブラウザをインストールし、利用することも可能となる。HFP、HSP、OPP、SPP、A2DP、AVRCP、PUBAP、HID のプロファイルに対応ドコモのワイヤレス、充電対応 SH、SH-13C、28日より。 事前予約受付。ありがとうございます。